2000X 年、現代より遠い未来、未知なるラーメンを探し求めるラーメン探索隊の柴田と光秀は、今日も新たなラーメン探索に出動していた。時に光秀殿、お主は何ラーメンが好きなのだ？私は味噌が好きですね。わしは醤油が好きですな。醤油、塩、味噌、豚骨に続く新たなラーメンに出会ってみたいの。なんだか今日は月の輝きが強いな。いや、あれは月ではない。月見バーガーか。とにかく追ってみよう。あれは一体何なのだ。ラーメンのようにも見えますが、いや、カレーライスか。ワープゲート？どうする、追跡するか。いえ、ラーメンである確証が持てぬ以上、一旦帰還して報告しましょう。ワープゲートが消えてしまわぬか心配だが。過去のデータ上、あれがラーメンならばその心配はありません。ならば問題ないですな。では一旦帰還しましょう。こうして突如として現れた謎の物体を捉えた映像をもとに、緊急会議が開かれることとなった。こたびの議論のテーマは、この映像のものがラーメンか否かについて、お主らの考えを聞かせてもらいたい。私と柴田殿が調査したところ、ラーメンである可能性が非常に高いと思われます。わしの目にはカレーライスのように見えるが。しかし、ラーメン以外が通過するとすぐに閉じてしまうワープゲートが未だに閉じていないところを見ると、ラーメンである可能性が高いというわけか。わしもラーメンだと思うのだが、かすかにカレーの香りを感じた気がするのだ。ほう、宇宙空間でカレーの香りを感じたと。あの、カレーラーメンという可能性はないでしょうか。カレーラーメン、そんなものが存在するのか。わかりません。ですが、ラーメンでありながらカレーにも見えるのならば、その可能性が高いと思います。せっかくのラーメンにカレーを。ラーメンはラーメン、カレーライスはカレーライスとして食べた方がうまいに決まっておる。確かに、事実カレーラーメンだったとしても邪道であろう。違う、食べたこともないのに結論を出すな。三井で勝家、追跡を許可する。うぬられ、謎のカレーラーメンとやらを調べ尽くしてまいれ。承知しました。確かにカレーラーメンと記されておる。本当に存在していたのか。では早速。うまい。なんだこれは。この味はもしや幻のスープ。殿、謎の物体はカレーラーメンというもので、かつて戦国の時代にて殿が開発したものの、もろもろの事情により封印せざるを得なかった、あの肉そばスープが使われておりました。実は2022年2月22日に戦国武将ラーメン織田信長2というラーメンを期間限定発売する予定でしたが、諸事情により販売中止となっていました。しかし2022年5月に肉そば嵐のスープとして蘇ったという経緯があります。何？わしのスープを？えい、わしもそこへ向かう。ランマル、ついてまいれ。はっ。お待ちしておりました。ふん、これがザ・カレーラーメン嵐か。なるほど、月と見間違えたのは卵の黄身であったか。これはラーメンとカレーの良いところを調和させた、なんとも言えぬ味わい。それに隠し味はラー油か。この味はさぞかし名のある職人が作ったに違いあるまい。これは織田家公認に値するレベルだ。国民食として愛される資質を持っておる。
光秀、勝家、このカレーラーメンの素晴らしさを全宇宙に知らしめるのだ。はっ、承知しました。こうして柴田と光秀は全宇宙にカレーラーメンを広める旅に出るのであった。